ち来い心理学。それではラジオネーム菊池さん、ありがとうございます。菊池さんからお便りが届きました。これラジオネームなのかわからんけれど。いや、そうす、さっき私の LINE にも届いてた気がします。その菊池さんですね。はい。岩先生、先日は福島までお越しいただきありがとうございました。これ間違いなくその菊池さんです、ね、これは。その説はどうもありがとうございました。なんかその菊池さん、なんか福島の、Vlog を今作ってるんですけど、その第2弾にちょろっとだけ多分顔ぐらいは出ると思います。その時の様子も見れると思います。はい、そちら高校期待でございます。はい。そして青木先生、いつも大変お世話になっております。いや、だと思います。先日普通自動二輪の卒検に受かり、お、あ、大工ですか。そうですか、おめでとうございます。免許を取得しました。いや、岩野もですね、普通自動二輪持ってるんですよ。昔二輪で通勤して通勤で通学してたんですよね。はい。実は2回目の卒検で合格できたのですが、試験の前の心臓が飛び出たしそうなほどの緊張感って、呼吸法や筋弛緩法をしてもなかなか緩和しませんでした。これから高校受験や大学受験、国家試験など試験が多くなる時期になりますので、心臓が飛び出しそうなくらい緊張した時って何をするというのでしょうか。おすすめの方法を教えてくださいという、非常に心優しいお便り、ありがとうございます。そうですね、自分の経験から皇族の方々にはうまくやってほしい、優しい思いからのお便り。だって、ね、俺もね、二輪の時思い出した。二輪って一本橋ってあるんだよ。はいはいはい、こう細い、こうちょっとなんか少し上がってるところをこう舐めたかって、そこをゆっくり渡りきるっていうのがあって、なんかあれですね、サーカスみたいですね。ああ、まあそんな感じ、そんな感じ。そんなのある。あ、もちろんね、何センチだからですよ。ガタンって落ちたところで怪我とかないんだけど、ただ他で減点がいくらあっても、その基準値より点数は取ればいいんだけど、一本道だけは落ちたら即アウトなの。ああ、まあそういう項目ありますよね。そう。で、一発アウト項目。そう。それだけなんとか落ちないようにってみんな思ってるんだけど、俺の前のやつは落ちたのよ。はい。俺、やっべ、俺も落ちねえかな、すぐ心配になって。なんかギリなんとかなりましたけど、ちょっと思い出しましたね。不安は連鎖しますから、ね、いやでもそういう話じゃない。そうやね、はい、でですね、この点の話やっぱり結構出てくるんですね、心理学だと。で、それはね、下げようとしない方がいいっす。なるほど、うん、こう緊張しちゃダメだダメだっていうほど、やっぱりその緊張で強くなるので、特に面接とかの時はね、うん、いや、正直ちょっと今緊張してまして、噛んだりしたらすいませんって先に言っちゃった方がいいです。なるほど、うん、で、大学4年生の授業で言ったら、みんな感想で来週面接なんで緊張したって言います言いますとか言ってさ。そうだ、応用力高えって思ったけど。確かになんか緊張してることをなんか知られたらまずいみたいな感じで思う人が結構多いと思うんですね。でなんか面接官とか、なんかそういう仕事とかをすることたまにあるんですけど、なんか別に言われても何とも思わないですね、うん、別に緊張してるのは普通のことだし、逆に言ってくれてありがとうぐらいな感じで思うと思いますけど、うん、まあ、俺もねやっぱりそういう試験監督とか面接官やることあるけど、で緊張すりゃするだろうなって思うから、うん、だからね、見てるのそこじゃないので、うん、緊張はしてても、そのなんだろうな、緊張してるなりにちゃんと考えてればいいかなと思うし、うん、あとね、筆記とかそっちのやつは、緊張する前提で動いた方がいいんじゃないかな。ああ、そうですね。うん、ね、みんな緊張してるから、その全員同じ次元だから。うん、そんなの心臓に毛が生えて俺は今まで一回もなんか緊張したことはないぜってやつの方が少ないから、確かに、うん、だからみんな緊張してて同じラインでゴーってやってるので、一人だけなんかやべって思う必要はないと思います。そうです、なんかね、僕とか結構緊張するんですけど、うん、緊張してるようにあんまり見られないんですよ、基本的に。聞くな、そうだね。そうだ。でも、緊張してるから、なんか別に外見に出ようが出まいがそんなに変わんないと思いますよ。だって心の中で緊張してて、なんか、パニック状態とかになってるんで。まあ別にそれをなんか面接官の人に思われたこととかも特にないし。
でなんか緊張しててなんか変なこと言っちゃったこととかも多分あると思いますけど、うん、でもなんかまあこれまでなんとかやってきてますから、うん、そう俺なんか初進歩で右手と右足一緒に出てたんですよ緊張してて、ね、それもね笑い話になるから。本当に右手と右足同時に出てこんな風に歩く人って本当にいるんだと思いました。俺歩き方ってどうだったっけって一生思ったもんね。そうですね。でなんかね、シンポジストの先生に言われたことをなんか誤解してなんかわけわかんない回答とかもしてましたけど、それでも大丈夫なんですよ。それでも大丈夫だから、はい、青木は気づいたけど大丈夫なんです。それぐらいで死なないから大丈夫です。そうです、まあ、せっかくだしなんかねエール的なのをなんかそういう面接を控えてる皆さんに送ってあげたらいいと思います。エールですか。緊張するのは当然です。だったらいつも通りでいいんです。バッチ来い。ちょっと言い方変わった。応援モードで応援モードバッチ来い心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報を発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。